タイトル、量子と非局所効果は、量子ライダーに対して40デシベル以上のノイズ耐性の利点を提供する。オーガニゼーション、ユニバーシティ・オブ・トロント。一部の自動運転車に搭載されているライダーシステムは、物体にレーザーを照射し、反射した光が受信機に戻る時間を測定することで、距離を測定できます。この論文では、 プローブ格子と参照格子の時間の量子相関を利用して受信機の SN 比を43デシベル改善しました。また、従来の装置と比較して1000倍ものバックグラウンドノイズに耐えることができることも実証されました。 この魅力的な結果は実験室で得られたものですが、システムの性能と対ノイズ性を考えると、将来のアップグレードが現実世界でテストされる可能性は十分ありそうです。タイトル、遠隔のシリコン量子プロセッサーをつなぐ、シャトリング型二量子ビット論理ゲート。オーガニゼーションズ、利権、デルフトユニバーシティオブテクノロジー、ネザーランドオーガニゼーションフォーアプライドサイエンティフィックリサーチ。 TNO シリコン量子ドット間の量子論理ゲートは通常最近某間の短距離交換結合に依存しています。この研究では位相コヒーレントなスピンシャトルプロセスによって一つのドットから次のドットに移動した量子ビットの間で制御された位相ゲートを実証しました。 忠実度は93%でしたが、これは追加のバリアパルスと、より頻繁な自動構成によって上がる可能性がありました。これを改善することで、次のステップは、より長い距離で量子ビットを移動させられるかどうかを確認することです。タイトル、シリコン状の6量子ビットプロセッサの汎用制御。 オーガニゼーションズ、デルフトユニバーシティオブテクノロジー、ネザーランドオーガニゼーションフォーアプライドサイエンティフィックリサーチ、TNO。シリコン量子ドットにおいて、4つ以下のスピン量子ビットを用いた実験では、通常、量子論理ゲートの忠実度、初期化及び測定の忠実度のいずれかが最適化されます。 この論文で研究者らは線形量子ドットアレイに6つのスピン量子ビットを作成し、前述の中実度を同時に高い値に到達させる新しい技術を導入しました。彼らは最大限のもつれ状態を作り出すことによって量子ビットの普遍的な制御を実証し、このデバイスのさらなる改良と拡張の計画を示しました。タイトル 組み合わせ最適化のための量子アニーリングハードウェアの新たな可能性。Organizations Los Alamos National Laboratory University of New Mexico D-Wave System の最新の量子アニーリングデバイスは5000を超える二分決定変数と4万の二次項を持つまばらである制約のない二次最適化問題を解決できます。 本研究では、この量子アニーラが古典的な解放に対して、桁違いに実行時間短縮をもたらすような、工夫をした問題のクラスが存在することを示しました。この研究にはいくつかの制限がありますが、実用性やオーバーヘッドを考慮しても、この結果自体は維持されています。タイトル、光インジェクション攻撃からの、光ファイバー量子鍵配送装置の保護。 オーガニゼーションズ、ルシアンクアンタムセンター、ナショナルユニバーシティオブサイエンステクノロジーミシス、ユニバーシティオブウォータールー、マヒドンユニバーシティ、クアンタムテクノロジーファンデーションタイランド、イトモユニバーシティ、スマーツクアンテレコム、ユニバーシティオブサイエンステクノロジーオブチャイナ、ナショナルユニバーシティオブディフェンステクノロジーチャイナ。デバイス依存の量子鍵配送には、明確に定義された。 パラメータ内で動作する光源が必要です。そうすると、盗聴者が明るい光をシステムに注入すると、光源の特性が変化し、セットアップの安全が損なわれる可能性があります。この論文では、低焦度化では光源を保護し、高焦度化ではプロトコルを永続的、かつ安全に終了させるコンポーネント形式の対策を提案し、テストしました。 この提案の実用性にとって重要な要素は、標準的な光ファイバーアイソレータか、単純なサーキュレータでしょう。タイトル、ノイズの多い量子コンピュータでの、プラットフォームに依存しない、量子エラー緩和のテスト。オーガニゼーションズ、ユニタリーファンド、エコルポリテクニークフェデラレドローザンヌウーペエフ FL エ、ゴールドマンサックス &CO。ゼロノイズ外装法と、確率的誤り消去法は、 二つの重要な量子誤り緩和技術です。この論文では IBM、IonQ よびリゲッティ量子コンピュータでそれぞれ実行された二つのベンチマーク問題にそれらを適用しました。これらの技術がもたらす利益は改善要因によって特徴づけられました。 結果はハードウェアによって異なりますが、重要なポイントは、平均すると何もしない場合と比較して、エラー緩和が有益であるということでした。著者らは、ニスク時代のほぼ全ての実験で、エラー軽減が機能すると予想しています。各論文へのリンクは、クアンタムビジネスマガジンをご覧ください。